地獄巡りをするダンテとウェルギリウスを案内しようとするバルバリッチャ率いる10名マルブランケはダンテアリゲーリの女児子、新曲地獄編第21課から第23課に登場する地獄界の第8剣、第5の脳で亡者たちを罰する12人の悪魔の総称その名は悪の爪を意味しマラコーダが統率する黒い体に 川掘りのような翼を生やし、鋭い牙と爪を持つとされる。汚職の罪を犯しにえたぎった歴世の池に沈められた、亡者を見張り、浮かんできたものをハリシュで苛む役割を持つ。作中では、マラコーダが明じ、バルバリッチャ率いる十名が、地獄巡りをするダンテとウェルギリウスを案内するが、途中亡者の一人であるナバラの男に騙されて、逃げられたことから、仲間内でもみ合いとなり、 アリキーノとカルカブリーナが歴世の池に転落、それに逆上してダンテラに怒りを向けて追い回す。マレブランケは他の脳に移動することができないため、ダンテラは次の脳に移ることで難を逃れる。歴世の池に沈められた亡者を見張り、浮かんできたものをハリシュで苛むマレブランケと見学する。ダンテとウェルギリウス各悪魔の名前はマラコーダを除き、ダンテによる造語であるとされている。 マラコーダ・マルブラン家のリーダー。その名はイタリア語で、災いの王、邪悪の王を意味する。スカルミリオーネその名は、乱雑な汚い髪をした者、汚い乱れ髪を意味する。スカルミリオーネは、マルブラン家の中でも下品な性格を代表して、表現しているあくまで、亡者ではないため害を加えることのできない、主人公のダンテに対して、尻を撫でてやると口にする。アリキーのその名は、 エレクインをもじったものとされている。捕まえた、ナバラの男に騙されて逃げられたとき、怒りと屈辱に耐えきれずに、カルカブリーナと大喧嘩をはじめ、とっくみあったまま逃げたぎる歴世の池に転落する。カルカブリーナその名は、死亡を踏みにじるものを意味する。地獄の亡者であるナバラの男に騙されて逃げられたとき、怒りと興奮を。 仲間のありき犬にぶつけ、とっくみあったまま煮えたぎる歴世の池に落ちる。カニャッツォその名は、犬のようなひしゃげた顔をしたものを意味する。マレブランケの一人に捕らえた、ナバラの男が、歴世の池の中にイタリア人はいないかという詩人、ウェルギリウスの問いに対して、マレブランケたちが自分を解放してくれたら、池からイタリア人を呼び出すと約束する。 この時カニャッツォは、チアンポロの言葉を、こいつが池の中に逃げ込むための口実だと跳ねつける。バルバリッチャその名は、野蛮な奴を意味する。マリブラン家の中では、副リーダーであるらしく、新曲では、主人公のダンテと、詩人ウェルギリウスを次の堀に案内する役目を、マラコーダに命じられる。リビコッコその名は、リビアの台風を意味する。 仲間が、ナバラの男を捕まえたとき、その腕の肉を衝動的に引き裂く。ドラギニャッツォその名は、大きな竜、または竜のような笑い方をするものを意味する。仲間が、ナバラの男を捕まえたとき、ドラギニャッツォは、男のスネに爪を立てる。聖書にも、ドラギニャッツォという名の竜が登場することから、この竜の名前から取ったという説がある。 チリアットその名は、牙の鋭いものを意味する。仲間の中でも一際鋭く長い牙を持つ。またマラコーだからは、牙を剥いた。チリアットと呼ばれている。仲間であるグラフフィアカーネが、ナバラの男を捕らえたとき、男の背中を牙で裂く。グラフフィアカーネその名は、犬を引っ掻くものを意味する。ダンテの目の前で、歴世の池から深くにも頭を出した。 ナバラの男を手にした針で釣り上げる。ファルファレルロその名は、軽快なお化けを意味する。ダンテを導くウェルギリウスが、グラフやカーネに捕まった男に、歴史の池の中の様子を聞こうとしたとき、男を小遣こうとして、バルバリッチャに、悪い鳥と叱られる。ルビカンテその名は、赤い顔をした狂気じみたものを意味する。マラコーダが、部下に命令を出すとき最後に名前を呼ばれ、その際、 強ヘルルビカンテ、強人ルビカンテ、アホーノルビカンテと呼ばれる。ABCDEFGHIJKLM の神、ソイチ役、キャクチューブ AB 字学文章役、山川平三郎役、平川助弘役、ありがとうございます。